ありがとう。今日も世界一可愛い。ありがとう。あ、カレンありがとう。ありがとう。こんばんは。なんかもう場面つかなくなっちゃって本当にごめんなさい。もう本当にごめんなさい。もう本当に。こんばんは。本当にもうなんか今がなんか人生の中で一番なんか忙しい。こんばんは。なんかこんなにいろんなことがボーンってなったことは今までないぐらい、もうね、困ったのね。こんばんは。明日は時間がない公演です。ありがとうございます。ありがとうございます。いるまい、ありがとう。ね、いいな、ありがとう。ありがとう。ハズもありがとうございます。ラジオが始まる5分前までやります。インスタ DM 届かないね。え、わかんないです。なんか DM とか全然わかんなくて、なんかでも何も来てないよ。なんか送れない設定とかなんかそういうのある。でもわかんなくてわかんなくて、そう、なんかわかんないんだよね。ちょっとそういうのどうすればいいかわかんない。アイスありがとう。だからさ、なんかストーリーとかさ、何あげたらいいか分かんなくてさ、先輩のとか見てさ学んでる。あ、こういう感じかって今学んでる。全く分かんない。だからもう学ぶよしといろいろ学んでる。ほんとね、なんかねえ、でも今日は X 引用リツイートしてみたX 引用リツイートしてみた。なんか最初どうやったら引用リツイートできるんだろうと思ってネットで調べて、引用なんかボタン押すと出てきてみたいな、やってみました。引用リツイート、最初引用リツイートなんかうまくできてなくて、ちょっと投稿しちゃってうーってなって消してもう一回引用リツイートしてみた。そう、
あと ALT もこうやって書くんだって学んだし、そうだから、あのインスタもちょっとまだストーリー明日投稿してみようかなみたいな、ストーリー何投稿すればいいかわからないからちょっと明日頑張ってみようかなって思ってる。これありがとうございましたみたいな、そういうやつだよね。そういうやつとかさ、ちょっと撮ってみようかな撮ってみようかな。どうもありがとう、こんばんは。もうね、めちゃくちゃね、あの今学んでる、全然わかんないからね。どうもありがとうございます。こんばんは。すごい音が。もうキャパオーバーキャパオーバーです。オーバーザトップ。こんばんは。ね、なんかね、物騒だ。かわいい、ありがとう。こんばんは。はじめまして。そう、めっちゃ髪伸びて、めっちゃ髪伸びたんですよね。そうなんですよ。私、高校あるんで髪染めれません。私、高校生です。めっちゃ伸びた、伸び伸びた。もう肩ついてるもん。ほら、急にさ、ついたくない？急激に伸びたんだよね。こんばんは。急激に伸び伸びたって感じ。急激に伸び。え、そうだよ、2日前ぐらい前伸びた。よくわかってる。そうなの、そうなの。2日前ぐらい前さ、ついてなかったよ。ほらもうさ、ほら見て、ついてるの見て、ついてるから。高校生であります。あ、そうじゃん。え、もう幕張か。早ーい。幕張じゃん。幕張張りじゃん。幕張張りじゃん。あ、やだ、なんか変なこと言う。誰かさんが変なこと言うから切れたじゃん。切れたドラン。もう滑舌が回ってないよ。なんか昨日さ、ココアちゃんとさ、帰りにさ、その結構夜遅くなっちゃったんだけどさ、昨日帰りにね、二人でね、普通に話しながら帰ってたらね、誰ともね、なんかめっちゃ噛みまくっちゃってなんかもう路列が回ってなくて、結構遅い時間だったから、もう本当に全然眠いとかじゃなかったの。なんか昨日は眠いとかなかったんだけど、ただなんか二人ともなんか路列が回んなくてもうなんか、なんだよねみたいなえーみたいな
ちゃんの会話みたいになっちゃってて、人間ってめっちゃ疲れたら眠いとかじゃなくて目は覚めてるけどろれつが回らなくなっちゃうんだなって思った。なんかほらありがとう。もうなんかねすごかった。なんか何の話してたんだろう。あーうん、夜ご飯の話とかしてたのかな。なんかボロネーゼ、ボロネーゼの話してて、もうボロネーゼみたいな、ま、ロネーゼみたいなもの言えないの、言えなくて、なんかえボロネーゼがえって言ってて、そうなんか人間のなんかなんかね、人間ってそうなるんだみたいな思いました。はい、以上です。伸びたくない？ここも伸びたよね、絶対伸びただよね。あ、夜ご飯ボロネーゼ食べたんだよね、サラカ。そんな話したような気がする。そんな感じ。伸び伸びただよね。え、すごい伸び伸びたくない？ほら。これは伸び伸びただよ。え、てか質問なんですけど、私の X にこれ今配信中のなんか、こう告知みたいな出てますか？なんかやってみたんだけど、ココアちゃんに教えてもらってショールームと X をなんか連結させるみたいな、連結させるみたいな、いや設定をなんかやってみたんだけど、できてるかな、できてる、言ってます、なんか配信中びっくりマークびっくりマークみたいな、できてない。どうやってやるんだろう。うーん、難しいな、難しすぎてもうできてないと思って言われた。どうやってやるんだろう。あ、これ？あ、これかな。配信中はできないって。一回止める、一回止めちゃダメか。明日までにやっとこ、今度こそやっとこ、やっとこ、もう難しいね、難しいね。え、やってみる？できなかった。なんか画面真っ暗になっちゃった。もうどうやってやるの？どうやってやるの？どうやってやればいいんだ。さて、 SNS 苦手なんだよね、苦手、本当に苦手、本当に苦手すぎて苦手だったので、全然やってなかったし、もうね分かんないんだよね本当に。221ココアちゃんに教えてもらったんだけど、本当に難しい、本当に難しいです、本当に難しいです。あー、清楚だねじゃなくて可愛いねみたいなのにしました。定期なんか言わせてる感すごいなと思って、別に可愛いもうちょっと言わせてる感はすごいけど、すごいけど、うん、ゴゴちゃんいた、コウミもいたよ。もう
難しい、難しいな。こんにちは。 SNS できてるしねえ、サラもできるようになりたい。え、本当にもうさ、もう難しいんだよね、 SNS が難しい。弱ってないよ。弱ってないよ、強いよ。今日さ、ちょっと外羽に一回したからさ、ここちょっと外羽身が残ってるんだけどさ、びっくりした、似合わなすぎて。やっぱ外羽ダメだね。外羽にするとさ、なんか一気にさ、なんか老けて見えるっていうかさ、びっくりしちゃった。こんばんは。明日公園入るよ。温かい目で見守ってください。本当にさ、難しいよね。いや、外羽根はね、もうね、似合わないんだ。あ、でもロングの外羽根はやったことないけど、ボブはもう完璧に似合わないって分かってる。今やってみる？暇だから。暇だからさ、今巻いてみる？今まで巻いてるとこ配信してる人っているのかな？暇だから巻いてみようか。ミオさんがレッスン上の一面はサータンとココアちゃんと伊藤さんだと今日の配信。かわちい。ミオさん、インスタ、ミオさんを、ミオさん一人フォローだったんだけど、今日の朝全員フォローにしました。もう初日はもうミオさん一人、ワンパーソン、ワンパーソンにしました。イエイ。嘘、嬉しそうだった。サラも嬉しいです。サラも嬉しいです。うん、約束したから。約束だよ、エンディースカイも。アイコン、アイコン変えられるんじゃないかな。ワンパーソン。ありがとう。今からね、外跳ねするよ。アイロンの音です。ピーです、アイロンの音。え、もうさ、もう適当でいい？え、わかんないわかんない、見えない。あ、見て、ちょっと変、すでにもう変、すでにもうさ、もうほら、これがもうこうなるわけじゃん。もうさ、変じゃない？すでに、ごめんなさい、ブロッキングしてなくて、適当すぎてごめんなさい。全然違うよね。もうちょっとカクンってした方がいい。でもほら見て、もう肩についてるんだ。見て、肩についてるの。もっと巻いたりしないの？なんか別になんかお出かけもしないしって思っちゃって、お出かけもしないしさ。え、ほら全然似合わないの。
全然似合わないでしょ、びっくりでしょ。これ全然似合わないの。ほらめっちゃ髪伸びるの早いでしょ。そうなんだよね、ほら自己が配信になってる、似合わなくて。全然似合わないの。おんまゆサータン、おんまゆサータンですか。前髪、ほらもう外羽は似合わないの。適当だけど、もうすでにもう似合わないの。似合わない、似合わなくて、びっくり、ママより上手かもになってる。後ろやんなくても見えないかなって。ほらもう肩にさ、ほらついてるのすごいでしょ。そうだよ、簡単にできるよ。タコさんウインナーみたいです。なんか外羽が似合う顔になりたかったですね。羽が前髪はおんまゆって言ってた時から切ってます。もうさすがにもう大丈夫、さすがにもう OK な。でも多分これをハーフツインとかにしたらまだマシ。ほらわかるでしょ、ハーフツインとかにしたらまだマシ。ちょっとうまくできないけど、まだマシ。サータンの一番得意な料理、なんか最近はピーマンの肉詰めあんま作ってないから得意料理って言えないなって思ってるので、ハンバーグ、ハンバーグ。先輩の推しメン誰ですか。高畑さんです。いいじゃないよ、動画上がってます。でもただ私がすごいあのにやけ散らかしてるからあんま見ないの。マジちょっとって感じです。シューマイあんま好きではなくて作らないです。あっつ知ってますよ。あっつ知らないのはもう高畑さん推しって名乗っちゃいけないです。ダメです、ダメですよ。あっつ知らないのはもうなんか例えるのならば、白米のない焼肉、これです。もうそういうことです。はい、こんばんは。
いや、白米はもう必要不可欠。必要不可欠です。焼肉はお米がなければ焼肉じゃない。ダメだよ。焼肉食べに行ってご飯を頼まない人はダメですよ。ダメですよ。コラですよ。もう。こんばんは。サンチュはいらないです。ご飯で食べてください。白米で食べる。焼肉屋さんでビビンバを頼む人とも仲良くはなれません。白米を頼んでください。白米とあとは卵スープです。卵スープと白米もしくはわかめスープと白米で焼肉は食べてください。約束。4センチの約束。焼肉屋さんでライス頼まない人はいたずらしちゃうぞに変えたらいいんじゃない。別にいいよ、変える。いいけど変える。いいけど、ビールは飲めません。ビールは飲めません。こんばんは。え、もうね、なんか練習の後にね、焼肉食べたいって言うとね、絶対ココアちゃんが分かるって言ってくれるから嬉しい。白米をずっと綺麗にキープしたい派。こんばんは。仲良しじゃないけど。仲良しじゃない。ね、綺麗がいい。綺麗綺麗。こんばんは。ビビンバ混ぜなくてもいい。あ、別にまあ混ぜなくてもなんか一緒、なんか三角食べみたいな、なんていうの、もう混ぜなくても別に全部すくって食べれば同じかな。もう付き合っちゃえよ。仲悪いから。悪いからさ、悪いとは言ってない。悪いとは言ってないよね。悪いとは言ってないけど、回転寿司に行ったら食べる順番？順番？あーでも最初にハマチとか食べるかも。見慣れないでください。ソード派で、ソード派で見慣れないでください。もうなんで一緒に住んでないのか不思議なレベル。え、でもなんか一回ココアちゃんになんか
ココアちゃんが誰かと一緒に住んでみたいなみたいな、一人ちょっと寂しいなみたいな話をした時に、え、それサラでもいいのって言ったら、いいよみたいな言ってた。いいんだって思った。いいらしい。すまないけど。こんばんは。本当におめでとう。おめでとう。言わないわ。こがちゃんだって誰でも言うわけじゃないでしょそれ。ほらありがとう。誰でも言ってたらちょっとびっくりね。よく当たるようになった。わかる、わかります。ありがとうございます。かなりの美形なんて、そんなね、ありがとうございますけれども、別に自分の顔は好きじゃないです。こんばんは。同期誰かと一人だけシェアハウスするなら誰？いやー、わかんない、わかんない、誰だろう。でも私最近一人暮らしの良さにめちゃくちゃ気づき始めちゃったから、ちょっと今考えられない。めちゃくちゃもう考えられない、やばい。え、待って、ということで終わりにします。団長呼びます。13位サタン、12位サタン、11位サタン、10位サタン、9位ドラゴン、8位猫、7位恐竜、6位ボブ、5位サータン、4位サータン、3位サータン、2位サータン、1位サータン、ありがとうございます。ありがとうございました。明日は時間がない公演です。緊張します。さようなら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 。さようなら。緊張します。さようなら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 。緊張します。さようなら。緊張します。バイバイ。うん、さよなら。緊張する。緊張する。さよなら。バイバイ。長いわ。バイバイ。緊張する。バイバイ。バイバイ。緊張する。緊張する。バイバイ。みんなありがとう。疲れ取れたよ。ありがとう。緊張するけどありがとう。